佐賀県に大雨警報が発表されております。佐賀県では佐賀市、唐津市、多久市、伊万里市、武雄市、ご覧のエリアで大雨警報が発表されております。その他でも大雨注意報出ているところがありますのでご注意ください。ではいただいているリポートも見ていきましょう。伊万里市の方からです。窓の外は台風のようですということで、雨だけではなく風も強まっていて木々が大きく揺れているような、そういったリポートをいただきました。かなり雨の音も大きいようです。では続いて天気の報告も見ていきましょう。12時までの1時間にいただいている天気報告です。佐賀県内では黄色の豪雨レベルの報告、青色のザーザーレベルの報告多くなっております。レーダー重ねてみますと黄色や赤など発達した雨雲もかかっているような状況です。さらにこの後の雨雲の様子についてはウェザーニュースのアプリでもご覧いただくことができます。ぜひこちらでも確認してみてください。以上、ここまで大雨警報についてお伝えをしていきました。